皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生のお悩み解決チャンネルテーマはアシスタントをつけたいと思っています。どういう時期につけたらいいと思いますか、というお悩みに答えていきたいと思います。そうですね、アシスタントをつけたいと思うようになるのはどれぐらいでしょうかね。5年とか7年やったぐらいな感じになるんでしょうか。これは年数の問題ではなく、その教室の規模をどういうふうにしていきたいのかっていうことで、おそらくアシスタントさんをつけるつけないっていうのは決まってくるんじゃないのかなと思います。当然ですけれども、アシスタントをつけるということは黒字化まずしてないとダメですよね。まずだからスレスレゼロとかちょっとだけ黒とかまず NG だと思いますね。自分だって食っていけないのに雇ってる人の給料が払えるわけがないからです。だからまず最低限黒字化をしているっていうことと、あと自分の欲しいお給料が取れてる状態での黒字化ができてるかっていうことがあって、そしてまあアシスタントっていう順番になってきますね。アシスタントの方に当然お給料ね払わなきゃいけないから、場合によっては集客とかそっちの方を失敗してしまうと、自分のお給料なしでアシスタントにお金を払うことになるので、場合によってはその関係がギクシャクしちゃいますよね。だから集客が安定している、経営が安定している、黒字化してもう一人いても大丈夫、さらにもう一人いたらもっと売上が上がるっていうのを見れるような状態になればいいかなっていうのがまず一つです。この金額がいくらなのかっていうのは人によってね、おそらく違うんですよ。そうだな、例えば私がアシスタントまあ いたらいいなって思った時があったりしました。結局ずっと6年間一人でやりましたけどね、いいなって一瞬思って当然計算するわけですよ。人件費何時間来てくれたらいくら払うとかで、そんなことを計算してたらですね、単価をすごく上げるか回転上げるか人数増やすかして、その時稼いでたお金の 1.5 倍ぐらいにしないとちょっと、雇うの合わないなって思ったんですよね。だから損益分岐点的には月商120とか欲しいなとか思いました。120、150ぐらいかな。そしたら雇ってもいいかなっていうのを思ったんですね。これ多分計算してもらうと分かると思うんですけどね、まあ、いくら自分が欲しいのかっていうのにもよると思うんですけど、スタジオもねそんな感じでした。スタジオを持って駅前とかだったらもっとみんな来てもらいやすいかな、一度に教えられる人数多かったらいいかなと思ったんですけど、固定費って地味に効くんですよね。何にも集客できてなくても家賃はなくなりますから。自宅教室の一番のメリットは固定費が、まあ、本当は安分するんですよ。自宅の中のそこを使って、特にローンとかねやってる場合には減価償却みたいな形で使ったエリアの家の分の何等分とかを減価償却していくっていう計算のやり方もあるんですけど、まあまあ細かいことは置いておいても、そのまあ実際に払っていく固定費が毎月出ていくっていうのは結構ね集客に対するプレッシャーすごく大きいです。だから駅前とかで借りようかなと思って7、8万と、まあ、10万以内とかって思ったら、それだけじゃね済まないような部分とかもあったりして、やっぱりそうだな、月商80ぐらいがそういう気分起点だったかなって思うと、まあ、自宅でいいかみたいな感じで、じゃその分遠くても来てくれるように教室を魅力的に見せようみたいに考えたので、まあ、実際に8000円とか7000円のレッスンに飛行機宿泊をして来てくださってた生徒さんも多数いらっしゃいましたのでね、片道3万円とか、片道じゃないや、往復で3万とか4万かけて来てくださってた方もいらっしゃるので、まあ遠くてね申し訳なかったんですけど、だから駅前じゃなくても、まあ、集客ができるっていうのも理解できたのあるんですね。ですからアシスタントをつけるのはね構わないんですけど、まあ、時期っていうよりはその先すごく大きくしていきたくてその人の力が必要でっていうふうに思ったら、まあ黒字化してるのが大前提ですけどね、
がいいのかなと思いますね。しかもその人いなくなるかもしれないっていうのを最初から理解してアシスタントつけた方がいいです。ずっと一緒にいてくれるかもしれないけれども、嫌な意味とかじゃなくて、人間って成長するものですから、教え込んだものをもってして独立したいって言われたら、一生懸命教えたものが一気に財産としてなくなるケースがあります。そして新しい人を入れてまた一から仕込み直しって、そのリスクも負って入れたいかどうかっていうのも含めて考える。だから私がもしそういうこと人を入れるって決めたら、場合によっては離れることもあるっていうのを理解して雇うつもりではあるんですけどね、はい。まあ、そんな形で考えてますので、結構ねアシスタントを入れるっていうのはハードル高いかなと思いますね。よく稼いでらっしゃってやってらっしゃる先生でも、私の肌感覚で半々かなっていう感じですね。アシスタントを入れてる先生と入れてない先生、どういうふうな規模にしたいかにもよるかと思いますので、ぜひじっくり計算をして検討をして考えてみてください。それでは。